クラウド、ちょうどよかった。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか？右腕が。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かも、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んでシンナーに突き出してやる。耐えられるか。それ。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。誰もいねえな。お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの。コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか。裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻った奴はいない。いや、いなかったと言うべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら
あっちの巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でもあんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。七番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。アバランチの印か。ジェイシーがビックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつ。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。わかってるよ。ここ前は閉まってた。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら早く行ってくれ。待て。もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。ここか。ああ。プレートの上へ行く方法は？中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。待て、あいつを追う。え？大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。追うぞ。
鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ、私たち。花言葉。私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけど。あなたの目的って。復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。コルネオの野郎、首洗って待ってろよ。やつは俺にやらせてくれ。あ？頼む。分かった。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。コルネオの財宝はこれで全部だろうな。でどうするよ。売ったりなんだり結構時間かかるぜ。そうだ、七番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ。レズリーです。コルネオさんに報告があってきました。はい。一人か。はい。はい。アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。喋りすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、神羅はミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドッになるはずが。今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さーて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。はい。お前ら七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。ああ
てめえふざけてんのか。あ、ほひー、残念。でもふざけてないんだな、これは。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろ。まずはこいつを黙らせる。かかってこい。大丈夫か。コルネオは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え、大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった。地上に出よう。上へ行く方法を教える。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。
おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち、会ったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね。ありがたいね。ん？大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち、使うだろう？準備はいいか？この壁を越えちまうと、簡単には戻ってこれねえぞ。もっとスラムのひどい様子を見て回ってよ。シンラに叩きつけてやりてえ気もすんだが、本当にもう行っちまうのか？高えな。嬉しいか？おお。頼もしい限りだ。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。